どうもこんばんは、中野敦です。それでは4本目の動画を撮りたいと思います。4本目はザード、坂泉さんの内面について話したいと思います。昨日は坂泉さんの外見について話したんですけど、今回は坂泉さんの内面について少し話したいと思います。簡単に言うと、めっちゃ人見知りで、シャイ。そんで、あがり症。だから、彼女は、テレビに出たのはたった7回やし、ライブスターも僕が知ってる限りでは、クルージングのライブと、2004年の全国ライブ、この2回だけ。あと、性格は、テレビで見てた限りではめっちゃいい。例えるなら、水の色が茶色が腹黒だとして、彼女の性格を水の色で例えるなら透明。それぐらい性格は多分良かったと思う。それでは今日はここまでにしときます。また土曜か日曜あたりに坂泉さんの情報を投稿したいと思います。楽しみにしといてください。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。